よー皆さんこんにちはゆうあみです。能楽チャンネルのご視聴ありがとうございます。このチャンネルは約650年受け継がれる日本の伝統芸能能楽についてわかりやすく紹介していくよ。能楽チャンネルのグッズができたよ。ぜひ概要欄のリンクを見てみてね。 チャンネル登録も今すぐしてね。今回は農学のおすすめ鑑賞方法を紹介するよ。農学ってなんだか敷居が高そう、難しそうと思っている方、ぜひ見ていってね。ゆうあみと一緒に農学士小み型の森沢さんとゆうあみのお友達農名さんに聞いていこうね。 よろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ、おすすめの鑑賞方法なんかありますかあ、おすすめの鑑賞法、まずはですね、分かんなくても音に浸ってみるというのがいいかなと思います多くの場合はパンフレットに書いてあるので、えー、まず会場に入ったらパンフレットをよく読んでくださいあらすじはほとんどの文字で書いてあります、えー、それと、もし聞いてみようと思ったとき ですねまず聞くより先に舞台をよく見るという方がおすすすめですあの人間のコミュニケーションにはですね93%は視覚で7%が言葉の意味というふうに言われていますので、まあ、言葉をよく聞こうと思ってですね聞いたとしても得られる情報量ってすごい少ないんですねなのでまずは見てみるそしてもし、えー、音を聞くようでしたらあの 言葉のですね、わからないところにとらわれているとですね本と違ってどんどん舞台は流れていってしまいますので波の音が聞こえてるなぁぐらいの感じで聞いていてですねたまに聞こえる日本語をですねこう波とか待つとか、えー、そんなような知ってる単語をですね、耳に入ってくるようにですねなんか受け取っていると情景が自然に見えていく、まあ、そんな見方がおすすめです。 あとは人それぞれね楽しみ方ありますので、えー、まずはそういう見方をしてみてですねあと2回目3回目からはご自分のですね好きなように見てい、えー、くのもいいかと思います能面さんは舞台を鑑賞するときにもちろんあらすじとかは読むんですけどそこにとらわれることなく結構あこの装束綺麗だなこの動きいいなとかその動きを 結構見るようにしてますあとは音に浸るっていうのもすごく好きなので音の響きだったりとかも味わいながら見るのをおすすめしてますうんうん装束は美しいし形もかっこいいもんね頭にいろいろのっけていたり小道具なんかも面白いよそれで感性は人それぞれだからまずは正しく理解することより。 自分が感じたことを大事にしてみてね。もし能楽を鑑賞して自分はどこに惹かれたとかあればぜひコメントで教えてね。チャンネル登録も忘れずに。お二人もありがとうございました。ありがとうございました。したではゆうあみでした。またね。